まずはこの桃、美味しいっすよね。桃いただきます。うまっ。今日はですね、今日は、大宅の第3に誕生日プレゼントでケンタッキーのケンタッキーギフトみたいなの送ってもらったんですよ。第3、ありがとうございます。でそれを今日はクーチャンネルで食べたいと思います。さあ、いただいていきましょう。うわ、まずはこの桃、美味しいっすよね。桃、いただきます。うまっ。久々、うんまっ、うまっ、うん、ちっちゃい桃でも。桃ちっちゃいっすよ。あ、やっぱこれでしょう。これは胸肉なのかな。まずこの大きい。うまっ。うわー、ケンタッキーって感じ。うん。うまいわ。最高。うん、うまっ。ブラボー、マジブラボー。ごめんなさい、明太マヨおにぎり、やっぱりこれがナンバーワン。うん、うまっ。うん、うまっ。うめえ。うん、うまっ。うん、おいしい。羽の部分、これは。うん、おいしい。でもあれだな、やっぱあのでかい胸肉みたいのが一番ジューシーだったな。これちょっと硬い。あー、絶対羽だわ。羽っぽいわ。うん、きれい。うまいわ。うまい。これどこだろう。なんか丸いまん丸って感じでございます。あ、うまい。うん、ジューシーで美味しい。うん、ちょうど骨が取れた。うん、まんまいける。うめえ。うまっ。
あの骨以外まんまいけんだ。すげえわ。やっぱこれが一番うまい。でけえし、うめえし。絶対この子にしてもらおう、俺。あ、マジで一番うめえ。うまいわ。骨少ないな、これも。やっぱ美味しいけど、同じ値段だったらももってなんか損した気もしますね。絶対これの方がいいわ。うん、美味しい。ケンタッキーやはり最高でございます。第3、お疲れ様です。うまい。